はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はね、180度開脚8日目になります。皆さんね、もう結構柔らかくなってきてるとは思います。なので今回はね、少し痛いやつをやっていこうと思います。では行きましょう。はい、じゃあまずはね、足首しっかり振っていきましょう。ももの力をね、しっかり抜いていきます。ストレッチのね、やるタイミングなんですけど、やっぱりね、お風呂上がりにやってください。お風呂上がりの方がね、筋肉がしっかり伸びてくれますんで、できるだけね、柔らかくなれます。はい、今度前行きましょう。指先もね、しっかり前に倒していきましょう。で、今度は左右、つま先をしっかり上げたままの方がふくらはぎ痩せに効果的です。OK です。はい、今度は股関節と体の側面伸ばしていきましょう。運動が苦手な方もね、こういうストレッチからしっかりね、体を動かすっていうことをやってもらえるとスムーズにね、習慣になって筋トレも長続きできるかなという感じがあります。はい、今度はしっかりね、体をねじります。これね、しっかりね、下半身のストレッチをしていると足の筋肉の緊張が緩んで少しだるく感じるかもしれないんですけども、それはね、血行がいい証拠であって、いつもね、硬くて力が入るっていう感じだったらスクワットとかしてもね、太くなっちゃいますんで、じゃあしっかり広げて、今度はしっかり、ね、股関節をね、動かしていきましょう。こういう感じでいろんな方向でね、股関節を動かしてください。これももちろんね、朝でもやってもいいんですけども、朝ってやっぱりお風呂上がりよりは硬くなってるんで、その時にお風呂上がりと同じようにやってしまうと、ここのね、内ももの筋ブチってやってしまうこともあるんで、まあ、朝もね、もちろんやってもいいんですけども、まあほどほどがいいかなというところがあります。よいしょ。はい、今度足広げて、できればね、床が滑るところで靴下を履いてぐーっと広げましょう。ぐーっとしっかり前、指先しっかり前行きましょう。こういう感じで、痛い場合はね、手に体重しっかり乗せてください。ぐーっとで、だんだんね、股関節が慣れてくると手の力を抜いてしっかり股関節に体重乗っけていきましょう。はい、この肘つきましょう。もしこれがね、痛い場合は足を少しここをね、こういう感じで浮かして、こういう感じでやってください。つく方はしっかり体を前に持っていってください。ここでちょっとね、股関節を動かします。お尻をね、少し振る感じで、いろんな方向でね、股関節が伸びる感覚をしっかりね、掴んで、いろんな方向で伸びた方が硬い日っていうのがね、なくなってきますんで、まあ、実際今私も朝も夜もまあ、ストレッチをしたとしても同じだけやっぱできますんで、体がね、柔らかい時だけこうやって広がるんじゃなくて、体が硬い朝でもね、全然こうやってできるようになってきますんで、こういう感じでやっていきましょう。はい、今度はじゃあ、はい、少し閉じて、よいしょ。はい、股関節叩きましょう。しっかり伸びるとね、戻す時少し痛くなっちゃうんで、しっかり股関節叩いてね、力が入らないように筋肉を緩めてください。よいしょ。はい、今度立っていきましょう。つま先しっかり上げて、ベッと上げろ。4、5、6、7、8、9、10、反対、つま先しっかり上げて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、今度は
つま先しっかり伸ばして、後ろ足のつま先も伸ばして、ぐーっと。この時にね、床が滑る感じの方がいいです。で、かかとでね、しっかり足を滑らして、できるだけ足を広げましょう。で、ぐーっといきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。うんと。はい。後ろ足はね、足の甲を伸ばして、前足は滑らしながらぐーっと広げます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK。よっしゃ。はい、股関節少し叩きましょう。はい、この足の裏を合わせてね、少し足前に出して、膝を揺らします。今度は、片っぽ膝曲げて、股関節をしっかり、ぐりぐり押しましょう。よし、反対。股関節をね、ぐりぐり、動かしていきましょう。よっしゃ。はい、今度は反対。今度はね、しっかりね、外に股関節を動かしましょう。1、8、9、10。よっしゃ、反対。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。OK。はい、今度はね、しっかり、こういう体勢から手を前について、足をぐーっと広げて、一気に起き上がる。これで上下いきましょう。股関節しっかり、この股関節をね、力入らないようにいきましょう。これ結構痛いんでね、無理しないように。よいしょ、 OK。 はい、股関節叩いて、じゃあ今度はね、膝を回していきましょう。後ろにね、しっかりぐるぐると関節がね、これゴリゴリってなる人はね、しっかり回してください。9、10、反対。しっかりね、前から真横まで、前から真横に回す感じで。4、5、6、7、8、9、10。はい、反対。この前に、真横から前にって感じです。バランス悪い人はね、何か持ってやってもいいですからね。別にバランス悪くならない人はもう立ったままでやってください。4体。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。この縦。しっかりね、太ももがお腹につくぐらい。動かしてください。はい、お疲れでした。はい、皆さん8日目お疲れでした。だいぶね、股関節が柔くなってきてるっていうのと、あとはしっかりね、筋肉を緩めて伸ばすコツがだいぶつかめてきてるんではないでしょうか。コツがつかめないとね、全然硬くなったままで筋肉ね、柔らかくならないんで、コツを早くつかんでください。あともう2日ありますんでね、コツコツと一緒に見てもらいながらやってもらえたら習慣になるのではと思います。今日もご視聴ありがとうございました。説明欄にね、ブログのリンクとか貼ってますんで、ぜひ説明欄も見てください。ご視聴ありがとうございました。